ナイス d t m シンガーソングライターのキックンです。今回はノイズ除去ツール超定番のアイゾトープ RX11 スタンダードこちらを紹介していきたいと思います。この RX10 が11になったということでイントロセールで話題になっていますけれども、ね、特に、ね、これから始めたいという方にも、ね、分かりやすいように、ね、お伝えしていくので ぜひ安心して見ていってください。では実際に、えー、どんな画面かというのをね、見せていきましょう。ちょっとね、これパッと見だとね、なんかわあ難しそうって思うと思うんですよ、ね。まさに僕もそうだったんですけれども、えー、実はこれ意外と、えー、その各セクションさえ理解してしまえば、あこういうことなのねってなっていくので、えー、ちょっと見ていきたいんですけれども、まず、えー、この画面構成ですね、上がタブになってるんですよね。複数の、えー、編集を同時に行えるようになっているので、 タブ方式です。なので、例えば、こういう音声ですよね。こういう音声を、えー、こう読み込む場合、例えばドラッグでもいけるんですよね。そうすると、もう一個タブができて、こう切り替えながら作業ができるっていってのが一つですね。そして、えー、ここがね、こう範囲選択ツールなんですよねそう。範囲選択したり、細かな処理を、えー、このマウスでね、細かく行っていくことができるセクション。 でそして、えー、ここの右側のこの縦のですね、セクションですね。これが様々な機能、まあプラグイン的なものっていうんですかね。様々な機能がここに入ってますよっていうところ。実際のノイズを、ね、消したりといったところはここから選んでいくと。そして、下はね、再生とかね、えー、ストップとかっていう機能がここに入っていると。そして一番右下のここがヒストリーって書いてありますけれども、えー、これはもう作業した内容ね、もう戻っていきたいときに便利な。 部分ですね。アンドゥとかね、言いますけれども。で、上でね、えー、ここで拡大縮小ももちろんできるんですけれども、ほら、拡大縮小して、例えば拡大縮小したときに拡大して、どの部分を見,見たいかなって言ったところ、これです。スクロールすることができる。といったところで、まずこの画面構成ってなってます。で、これを使いこなしていくといったところなんですね。で、そしてこのリペアアアシスタントとい,うというのがありまして、 これをね、オンにすることによって、この RX11 に素材を効かせるだけで、なんかいい感じにしてくれるみたいな機能も実はあります。これは要するに、ラーンってするだけなんですね。ラーンってして、これ読み取ってくれてると。そう。そうすると、テテストテストト、えーまあ、ちょっと設定がな,なってくれるとで。ちゃんとプレビューっていうボタンがあって、ここで設定した内容を一時的にプレビューできるんですよね。テスト、テスト。 でプレビューされたものをレンダリングって言って、レンダーすることによってそれが確定するっていう感じ。つまり、ここでプレビューして、どれぐらいノイズがですね、えー、こう除去されてるかとか、いろいろ確認しながら、ここで、えー、反映するっていう内容になってます。つまりですよ、これ、さまざまな細かいツールがたくさんあるけれども、これ、ねあのー、とりあえずざっくり直したいという人のためにリ、リペアアシスタントっていう、もう AI まで入っちゃってるっていうのが非常にいいですよね。じゃちょっとね、この声の感じが、 ちょっといろいろ雑音がいっぱい入ってる音声が結構すごいですけれども。っていうのをじゃあどうするかっていうのをちょっと簡単にやっていきましょう。ちょっと操作のイメージだけねまず覚えてみてもらえたらと思います。ではまずここでですねこう波形がねこどれだけノイズがあってどれだけ波形があるのかっていうのをこう見られるようになってるんですよ。まあ、この青い部分が元の音声というか、まあ、根元の部分で。 えこういう黄色い部分がなんかノイズ的なものだと思ってください。で拡大縮小ツールとかいろいろありますけれどもここでのポイントはですね範囲選択できるんですよねこうやって。うん、で範囲選択ツールもさまざまあります。こう四角く範囲選択したりとかこう横長で長方形でしたりとかっていうことができるんですね。そうこうやって。でそれであとはこの投げ縄ツールとかあってですねこういうところまあ、ざっくり調整したい時とかこういうふうに。 設定したい時なんかいろんんなツールがあるんですよちょっとこれあれですよね。ペイントソフトとかで塗りつぶしを外したいときとか、ほら、こういう、ここだけ選択されてるとかっていうことができるので、ものすごい細かい手間かかるけれども、すごい細かく作業したいという方は、もうこのノイズのこのちっちゃいところがこう、こう、こうってやりながら、そこを削除していくみたいな、地道な作業もやろうと思えばできるっていう感じですね。こだわればこだわるほどそれができてしまうといったところなんですね。 じゃあ、それをどうすればいいかっていうと、ちょっと簡単にやるとですね、例えばここですよね、インスタントプロセスってなってて、フェードとか、で、クリックとかね、この原因とか、フェードとかいっぱいツールがありますけれども、例えばね、原因を、原因とかありますよね。これ、わかります今、波形が変わったの。ほら。こうすると、ここの原因を減らすことができるみたいな、っていう作業ができるんですよ。テスト、テスト。ナイス。ちょっと音が今、なんか静かになったのわかりますかそういうことができちゃうと。 まあ、例えば、この縦選択ツールで全部こう選択スタートしましょうか。そうすると、ほら、こうなるんですよね。テスト、テスト。ナイス、DTM。そう、いいね。わざとね、フェードだから、ほら、もうフェードアウトされてるんですよ。ここだから、このように、わーって消えてってる。つまり、選択範囲に、このフェードを今適用したっていう感じ。で元に戻りたい場合は、ここで、右下の子で元に戻ることができるっていう考え方なんですね。 なので、使い慣れる必要は確かにありますよね。これを使いこなすための技術は必要になってくるけれども、ここだけのノイズをね、とりあえず確保したいとい,うということであれば、入門の段階でもちょっと研究しながら、まあ、やっていけるのではないかと思いますね。ここも、テスト、テスト、原因減らしましたよね。ナイスっていう感じですね。では、そして、えー、これは個人的に好きなツールがありましてですね、あの、このボイスでノイズっていうのが非常に 簡単にノイズを取り払うことができやすいんですけれども、例えばこれでね、このアダプティブモードっていうのをね、これをオンにすると、取れていますでしょうか。非常に、えーま、自動でいい感じに、えー、余計なノイズを削り取ってくれたりするんです。あと、ラーンっていうのもね、これをアダプティブモードオフにしてオンにすると、この波形を踏まえて、なんかいい感じにしてくれるんですけれども、ここで実は、この、 プレビューっていうのを押す必要があるんですね。さっきもちょっと説明したけれども。ここでプレビューを押すと、テテススストトますかナイイシンンガーーソングライターのちょっとね、取り切れてない音はあると思いますけど、かなりおなんか背,背景のノイズ減りましたよね。でこれでこう上げ下げをすると、その度合いを決められるんですよ、これ。こうやって。下げると結構ノイズ残っちゃうんですけど、<う>上げていくと。iPhone で で、ここで大事なのはこのプレビューしなきゃいけないと。プレビューボタンを押した上で。っていう感じですね。うん、っていうふうにして、微調整していくと。もう一回プレビューをして。シンガー・ソングライターどんな感じ、どうかなって。っていう感じあとはその声向けとか音楽向けとか、状況によって使い分けるツールが本当にたくさんあるという感じですね。で、そして、 えー、ここもね、一応、このアダプティブモードじゃないときは、自分でもこう、いじることできるんですよ。こういうに。そう。で、あとは、例えば、ちょっと分かりやすくするために、一応、レンダーリングしましょうか。で、思いっきり、ノイズ。わざ,わざと除去した状態で、こう、レンダーっていうのやると、ほら、終われわれわ反映されましたよね、波形がここに。ナイス、うん。シンガーソングライター。こんな感じです。 今、ノイズはどれぐらい取れていますかっていうふうにまあ除去できるんですね。まあ、これは素材と、あと本当は使いこなし具合。で、そして、あとは今ちょっとね、あの、お試しとして、ボイスでノイズっていうのをやりましたけれども、それ以外にもね、えー、ここにハムノイズとかディエッサーとかね、これディエとかありますけれども、こういう、まあ、ちょっと似た見た目のパラメータが様々ありまして、こういうのを組み合わせて、えー、必要に応じてやっていくギター向けのものもありますよね。 上位のアドバンスだとあのさらにこのツールの種類が多かったりするんだと思うんですけれどもあとこの下の部分ですよねここにもそれぞれ EQ とかも実はあるんですよそうわざわざ DAW とか開かなくても原因とかをここでねこう調整できたりとかもするんですよねで原因調整したのもあのここでレンダーをすると初めて反映されるっていう感じあとなんだろう音程を変えたりとかテンポを速くするっていうのもここにあるんですよね ピッチ、タイムピッチとか、あと、これはいいなと思ったのが、プラグインですよね。プラグイン。これを押すことによって、この自分の持っているプラグインから、好きなものをここで使えると。コンプレッサーとかももちろん入れ込むことができるし、っていう感じ。そして、こっちの下がですね、メーターコーナーですね。メーター。いわゆるこういうメーターをですね、こう出すことができるので、これのね、人によっては見ながらやった方がいい場合と思うので、 いう感じですね、うん、そして、これ何と言ってもこれいいなと思ったのが、この上の方にあるですね、モジュールチェインですね。ほら、このデクリックとかいろんなものがありますよね。でリバーブとか。いろんなものをここで処理して、最終的にこのチェーンで組んだものをで作り上げて、レンダーでえー確定するっていうこともできるので、ほんと便利ですよね。そうすると、視覚的に分かりますよね。何をかけたのかなっていうのが。ちょっと分かるので、非常にこれレンダー、このチェインは便利なのかなと思います。 そしてここですよね。ちゃんと絞り込みとかもちゃんとできるようになってるって感じですね、えー。そして今はちょっと音声の編集に関する部分でお伝えしていったんですけれども、なんとめちゃくちゃすごい機能がありましてですね。これは本当にボーカルだけを抜き出したいとか、カラオケトラックをとりあえず作りたいとかっていう場合ってありますよね。そういう場合にすごくいいものなんですよ。それがミュージックリバランス。これ有名だと思うんですけれども、じゃあちょっとね、この歌入りのものをここに読み込んでいきましょうか。 読み込むとタブができましたちょっと波形がノリでごめんなさいちょっと許してくださいね。いと,いというふうに今ちょっと音を聞いてみました。でこの歌に対してですね「ミュージックリバランス」っていうのをかけることができるということなんですよね。じゃあこれはどうすればいいかというと実はここにあるんですよ。「ミュージックリバランス」っていう機能がすでにここにあります。 めちゃくちゃ簡単ですよね。この見た目。見てください。この見た目。えー、これを、例えばね、ボーカルはこのぐらいとか、ボーカル以外いらないっていうことだったら、こうすればいいんですよ。うん。ボーカル、ベース、ドラム、それ以外ですね。なので、これで、聞いてみましょうかね。あ、ちなみに今ね、この L R っていうのをミュート、ソロすることができます。クリックすると。L だけを聞いたりっていうこともできます。で、えー、ここでですね、ちゃんとこれプレビューしないとね、プレビューできないので、 いきままししょょうちちっと待ち時間あるかもしれなでですね再生までスペースボタンで再生できます今再生ボタンを押したんですけれどもどうでしょうちょっと待ち時間ありますかねもう一回このボタンでいきましょうか再生ボタンね曲の長さによっては時間こういう波形の聞いてみようだからこのようになりましたよね でそしてベースだけとかでちょっと反映されるのに時間がかかる場合があるのでこの場合うまくなんかなんないなっていう場合はもう一回なんかこれいくとベースだけが聞こえるはずなんですけどでこのセンシティビティでどれぐらいこう抜き出すかみたいなのをニュアンス決められるわけですよねじゃあちょっとドラム入れてみましょうか。 ベースこの音源だとちょっとあんまり拾えてないですかね。一回こうしてストップして、もう一回ちょっと。ってするとそう、待ち時間もね、ちょっとあるので。はい、ほら、こんな感じで,で。あと、アザー。それ以外のも入れてみましょうか。ドラム結構きれいに抜けますよね。そう。結構はっきりえ抜きやすいのかなと思いますね。 これで、じゃあちょっとこれもね。ほら、よくないですかなんかカラオケトラックできちゃったみたいな感じですよね。あ、アザーの方にベースフレーズが入ってるんだ。この場合は認識が。で、ボーカル入れていくと、反映されるかな。 すごくないですかこれす <laughs> すごいですよねで。こういったことができてしまうと。うん、だから多分ね、これもどんどんあのパソコンのスペックが上がっていったりとか、よりね、進化していったら、あのよりこの今の待ち時間もね、より解消されるとは思うんですけれども、いや、これすごいですよ。で、これを例えば、ボーカル抜きにしたやつをレンダーとかしますよね。そうすると、ちょっと待ち時間が今ね、えー、ありますけれども、ちょっと待ってみましょうか。 あ今、待ち時間こういうゲージになって出てきてます。こんな感じ。で、これは本当に素材とかによったり、あとはその、えー、編集してる、処理してる内容によって待ち時間が変わります。ね。えー、じゃあ、この待ち時間の間にちょっとお伝えさせてください。えー、この概要欄にですね、RX11 のリンクを貼っておきます。それと、あと、このカジュアルティティーブの、えー、メンバーシップ。 というものがありまして、これは有料メンバーシップなんですけれども、そこではね生放送でこう、えー、音楽制作やったりとか、お話ししたりとかもしてますし、なんとねもう80本近くというか、以上ですかね、の動画が、えー、メンバーシップならではの動画がありますので、ぜひそちらも、えー、登録、ご支援いただけたら嬉しいです。えー、ということですねあ。まだ終わってないですね。まあ、これの倍くらいかかると思ってください、レンダリングに関しては。この処理に関しては。 なのでで回ここでは止めます。ごめんなさい <laughs>、ねえー。ということなんですけれども、えー、いかがでしたでしょうかね。あと1点補足ささせてください。処理したオーディオ波形を書き出したいっていう場合は上の RX の部分の「ファイル」という項目があるんですけれどもそこのエクスポート」ってあるんですね。エクスポートでファイル形式をこのように選べるようになっているのでここからですね、えー、書き出しを OK というふうに行っていただけたらと思います。 えー、いかがでしたでしょうかねこれを使うだけでも、もうすごいね、価値のあることですし、例えばね、この、さっき言ったように DAW の中でも使いたいっていう場合は、この普通のプラグインの、えー、中からですね、えー、このアイ o トップを探しましょう。ここですね。この中に RXOLA11 ってなってて、ほら、で、ノイズとかありますよね。そう。だからそれ以外のものもここで。 まあ、探していくとあの、ね、黄色とあの青の波形の画面までは DAW の中だと出ないのでそういう細かい作業がしたい場合は単体起動で行う必要があるんですけれども例えばねミュージックリバランスっていうのもなんと DAW の中で扱うことができちゃうのでね ARA って言ったところなので、ね、そういったところでぜひ、ね、使ってみていただければと思いますということで いかがでしたでしょうかこのアイゾトープの RX11 さらにね10から精度が上がってパワーアップしたということで本当ねもうこれから歌ってみたのねこの素材のボーカルのノイズとか変な響きがね部屋の響き入っちゃってるとかそういうのを抑えることができる本当に貴重なアイテムなので、えー、まさに必須といっても過言ではないアイテムだと思うのでぜひゲットしてみてください今回もご視聴くださいましてありがとうございました ナイスティティームキックンでした